やね、うわはい、おはようございます、カパパです。今日はね、まあこういった感じで高尾山に来てます。まあ、前回はね陣馬から縦走してきたんですけど、まあ、今回は、稲荷山から登ろうかなというふうに思います。それでは高尾山行ってみます。ちょっとね、この暑さは高尾来たの後悔してる。今音がどれぐらい取れてるか分かりませんけど、とにかくセミがねすごい、なんか世界中のセミがねここに集まった感じ。はい、お開けたね。あ、八王子だ。すいません。あ、しみるわ。はい、じゃあしっかりね休んで梅ソルティ天然水を飲みました。これでバッチリだと思います。さーてと、はい、こっからね高尾山山頂に向かってまた再び歩いていきます。うわー、ラスボスかこれは。もう着いたみたい。はい、10時45分高尾山です。おお、いっぱいいるな。わあ、来た。いやー、何度あんだか分かんないけどさ、あっちな。はい、日陰でこいつを飲みます。はい、じゃあ今からですね、カブママがまだ行ったことないんで城山に向かってきます。小仏城山ね。わあ、ここもねびっちり人がいるわ。はい、
ここからね長い階段を降りていくんですけど、まあ、帰りはここ登ってきますから、まあ、あんま嬉しくない階段なんですけど、メインルートの方に合流しました。いや、これまだね、日がね、雲に隠れてるんで、そんな気温上がってないですけど、これガッチガチに晴れたら、ものすごく気温上がると思うんですよね、ここ。でも今、すごい涼しい風が吹いてきてるわ。はい、はい、頂戴や、着いた。おお、すごい人。はい、12時9分、城山でーす。おお。着いた。久しぶり。よう、久しぶり。いや、俺はね、ビール飲めよ、絶対。この間飲めなかったしね。おでん、なめこ汁。俺はね、なめこ汁とビール。あ、いいね。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ね、あれ気持ちよかった。よいしょ、ここでいいね。もうなめこめちゃくちゃうまいね。めちゃくちゃうまい、はい、全部潰れたおにぎりだね。潰れシリーズ、うん、でこれがセブンのチキン、七チキン。なめこでしょ、豆腐、油揚げ。もうますますね、こう人が増えていく一方ですね、うん、すごいね。これが東京の山の実力だね。都会の山は違うね。都会の山は違うね。栃木の山負けちゃってるわ。でもね、今日だったら
正直言ってもうビールね、もう何本でも飲めるよ。もうこの山でね、もうビール全部飲み干したいぐらいここでね、金使い果たすんだったら俺は本望だよいやね、もう食欲止まんなくなっちゃってね、おでんを今お願いしたんですけど、なんか今日はね、水餃子がおまけなんだって。すごいラッキー。何これ、何味は？抹茶。え？抹茶。抹茶？難しい。冷静にってみなちゃんに言われたから。うわぁ、なんかつい数日前の浅間山みたいなことになってるそうだ、浅間山がさあったからさ、抹茶頼んじゃったのかもね。そうだよ、浅間山から来てんだよ、この抹茶は、ね、浅間山。すごい、外輪山になってる、浅間山だよ。1時9分ですね。もともとね、今日は飲むつもりで来たんだけど、ビール2本と、おでん、なめこ汁、おにぎり2個、セブンのチキン、ペロッと平らげて、まだまだ入る余裕があります。まあ、ここで、全財産使い果たすわけいかないんで、今日でね、これで終わります。いや、お腹たっぽんたっぽんだね大満足大満足。はい、じゃあまたここからですね、高尾に戻りたいと思います。はい、そういうわけでございまして、歩くとね、お腹がね、ビールでタッポンタッポンって言うんだよ本当に聞かせてあげたいぐらいいや、あのね、本当にこういう山登りもいいですね。僕はあのタイムやね、何かを競って山登りしたことはないけど、まあかといってね、まあ、いろいろ飲んだり食べたりってこともそんなにあの参考中はしない人なんで、今までこういうのってあんまりやんなかったんですけど、まあいい年になってきてね、まあやっと山を楽しむ気持ちに慣れてきたのかなというふうになんか思ってきました最近。ということで、あとはね、まああと1時間ぐらい歩いて高尾山に戻って、まあ、そこから降りてね、電車に乗るというパターンでございます。今日はね、白山でなめこを食おうという参考になっちゃいましたが、はい、非常にそれもやってよかったなと思ってます。はい、それではね、これから、まあ、ゆっくりゆっくり無事に帰りたいと思います。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カッパパでした。
これを出すのかな。そういうことなの。